25番手24番バイテックレーシング小林久志、26番手14番フロックスモータースポーツ小松響き、そして27番手23番レーシングスクエア現白石信夫、以上の27番今ロールスタートです。決勝のレースディスタンスは26周、今シーズン初めて導入されました変更となりましたダンロップのハイグリップタイヤは果たしてどのあたりまでパフォーマンスを発揮するんでしょうか。そうですね、ただ今のはテストブラックたりするといきなりフロントベアリングがというようなことも考えられます。この時点でフロントベアリングに何かズレやあるいはですね、今リクッと入ってしまうような異変が生じたドライバーはもうトップに立って10秒ぶち切るしかないというような状況なんですが、さあスタートは切られていくんでしょうか。一切遅れた状態で最終コーナーから立ち上がっていたスタートです。さあこれは大きな混乱となりました。石田さん、石田さんとして長さは21番でしょうか。大きくドロップとなっています。調子乗ってですね、そして長さは13番と島田市も今今レーススピードでありますが最高となっております。あーそして8コーナーは1台、2台、3台、4台、5台以下一気に止まってしまいました。オープニングです。Thank you.
ッチャー井下愛と日本チャンピオンと
ってきています。そろそろタイヤの種と言ったようなモンタルが出てくると思うんですが、やろうやI'm not going to do it.
4番手33番星野陽太郎、5番手12番大久保幸、7番手20番の川村陽太郎、8番手29番岡村陽太、9番手26番中川陽太、10番手19番木下愛斗。川龍之介は大きくドロップをしてしまいまして、6番手までのドロップという形になりました。さて、お待たせいたしました。ただいまより2017年 JAF 全日本カート選手権 FS125 東地域第1戦の表彰を行います。プレゼンターをご紹介いたします。プレゼンターは大会審査委員長の相葉義明でございます。そしてスポーツ&スゴーレースクイーンにお手伝いいただきます。それでは表彰台を獲得された3選手を呼び出します。2017年 JAF 全日本カート選手権 FS125 東地域第1戦、優勝はゼッケン44三つ定 PWG レーシング滝田慎之介選手。表彰台の中央へどうぞ。そして第2ゼッケン38ラコルサテクニカバイコスミック坂入り春人選手。はい、第2表彰台です。おめでとうございます。第3位ゼッケン33フラックスモータースポーツ越野良太郎選手。3選手が表彰台に揃いました。おめでとうございます。それでは各選手にはまずはトロフィーが贈られます。プレゼンターは大会審査委員長の相葉義明でございます。まずは優勝のトロフィーが滝田選手に贈られます。はい、おめでとうございます。そして第2のトロフィーが坂井選手に贈られます。はい、おめでとうございます。そして第3位のトロフィー越野選手に贈られます。はい、おめでとうございます。続きまして各選手には住友ゴム株式会社様よりタイヤ1セットが各選手に贈られます。笑顔でね、写真に写っていただければというふうに思います。ちょっと例によってね、笑顔が足りないんで8秒ぐらいちょっとね手空きましたけども、さあよろしい、準備の方はよろしいでしょうか。はい、それではシャンパンファイトお願いいたします。開かないとスノールールでは失格になっちゃうんです。あ、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんて聞けばいいのかな。でもずっと後ろでその状況を狙ってきていて、その位置にいたというのは非常に大事だったということですよね。はい。今日のレース、振り返ってみてどうでしたか。練習とかはあんまりタイムが出なかったんですけど、レースになってトップタイムとか出せるようになって、ちょっと不安とかはなくなったんで、ちょっと自信出ました。開幕戦、一つ目表彰台の中央上がることできました。いいスタートを切ったと言っていいでしょう。今シーズン、応援してくれる方、そして今日、昨日今日と応援してくれた方いらっしゃると思うので、一言お願いします。今日は応援してくれてありがとうございます。これからのレースもどうのこうのみたいなの入れた方がいいですよ。ああ、じゃあ今年は、ランキング3位までには入りたいです。そんなこと言わないでチャンピオンになるって言っちゃった方がいいんじゃない。あ、じゃあチャンピオンなるようにね、はい、応援してくれればということですね。